90年前半まで作ってたんですね。でそれで、企画が決まってまして、この箱の大きさと、ユニットどこのユニットとどこのユニットを使ってネットワークはこれを使いなさいっていう企画が決まってたところで、それを、10社ぐらい、9社10社ぐらいがずっと年代で作り続けてきたんですね。で、ユニットを供給してたところがケフだったんですけども、このケフのユニットがなくなったんで、90年代前半に一回なくなったんですが、このスピーカーがのファンが多くてですね、まだ欲しいということで、いろんなメーカーが、BBC の承認を得ないで、35A の同じようなスタイルのものをずっと作り続けてきたんですけど、今回これはユニットとネットワークが違うんですけど、一回この企画通りに作って、そんで BBC に持ってって、でまあいいよと、でも前のと互換性がないのでバージョン2として 35A でやってくださいというスピーカーなんですね。で今回のアナログでしたっけが、そうですね、特集で出てますね、 35A の歴代のですね、ケフの方なんで。